で、例えば3の15から16。いや、はるか。3の15から16、はるかっていうのはですか？3章の。言いなさい。私、ムハンマドが、これらよりも良いものをあなた方に知らせましょうか。アッラーを意識する人たちには、彼らの主の身元における諸楽園があり、川がそれらの下を流れています。彼らはその中に永遠に住み、清純な配偶者とアッラーからのご満悦があるのです。アッラーはしもべたちをよくお見通しなのです。彼らは言います。主よ、本当に私たちは信じました。それで私たちの罪を許し、地獄の火の苦痛から救ってください。そうですね。これ地獄から救ってくださいね。これが人間に恩をお願いすることですよ。で、人間ってね、基本的に損することはする？しないね。絶対しないね。自分が損と分かったら絶対しないね。であれば、地獄から入れないでください。これはお願いする言葉、最低の損。一番最低の損というのは地獄に入れないでくださいね。なんで、だからこれ以上に恩を信仰すると、ね、天国が入るんですよ。天国が入るんですよ。天国が入るし、で、地獄も入れない。天国の中には何があるかというと、いろんなものがある。いろんなパートナーもある。ね。なんで、天国が入らないともったいないんですよ、人生が。せっかくね、今日もある方、下で、さっき、レストランで食べたんですけども、あの方に、一応僕聞いたんですよ。自分は何で存在するんですかって言ったら、したいことはしたい。したいことを、好きなことをしたいって言ってましたね。これが人間ですよ。好きなことしたい。つまり、天国ですよね。人間の初期設定、天国に入りたいんですよ。楽しいことしたいですね。であれば、楽しいことしたいっていうのは、要は天国しかないんですよ。行き場所としては。で、しかもこの、あるかどうかじゃなくて、もう確実に預言者が見てきたんです、本人が。で、そこに書いてる預言者、15人もいるんですよ。その壁にね、そこに書いてる預言者は、25人もいるんですよ。25人もいるのに、まだ信じれないというのは、すごいもったいないですね、人間として。